俳優ダイエットをします。マジでリンゴになりそう。もういいんじゃない。ちょっとお疲れ様でした。はい、4日目。おはようございます。リンゴ食べます。いただきます。ラーメン食べたい。昨日の夜はなんかわかんないけどお腹壊してめっちゃぎでした。しんどかった。明日がラストだけど運動いっぱいしようと思います。今日は朝みたいに早く起きれました。てかこの企画さ、うん、ナイトウランだけやってるたまにええや、水ええやみたいなおまけでメインはうちとメイン。とりあえず明日の夜まで頑張ろう、うん、あとなんか一番あと3日が辛かったの。まだ3日あるんだって思ったけど、ってことでうちは別にもう1キロでも減ってればいい。自分ラーメン本当に我慢してる。1週間も我慢したことないです。私ねえ、チキンが食べたい。え、マジでお腹ゆるい。水の飲みすぎかな。ワンちゃんしっかりさんが出ない。何さんが出ない。ベチャベチャさん。水が一番きつい。メイは、うん、トイレが近いのが、うん、昼寝もできやしない。ごちそうさま。おはようございます。今日はなんかちょっと見慣れない壁だなって思う方いると思うんですけど、冬服コートとかダウンをこの前の家に取りに来てたんですよ。で泊まって今に至ります。リンゴ今日は剥きました。いただきます。あ、ちゃんと今日は朝、今ね10時ぐらい。なんでかっていうとこの後仕事があるので強制的に朝起こされます。あれ生理中だからむくみがすごい朝起きてから。うん、孫猫からもらったパジャマ、ラストリンゴ。ごちそうさまでした。はい、今日はメイクいい感じなっす。まずリップ塗ります。もう最近乾燥がやばい。はい、というわけで私はですねちょっと外に出かける用があったのでその代わりにちょっと歩こうと思って30分くらい歩いてきました。帰ってきたんでお昼バナナ食べていきたいと思います。ずれたずれた。バナナ、これラストバナナ。明日はみんなさつまいもになります。水もあとちょっとで4本目いきますね。意外とでもこの家に来てから水をめっちゃ飲む、水を飲むのでみんなが、なのでちょっと多くなったぐらいでそんなにきつくはないですね。いただきます。うん、はい。朝バナナダイエットってあったよね、聞いたことある。わがままな僕を愛してよ、朝は起こしてね、電話したらすぐに出てね。あのさ、イヤホンので音聞きながら歌ったら絶対音痴なのよ。わかる？音程取りづらくない？なんか自分はさ、めっちゃうまく歌えてる気がしてるけど、音源聞いてるから。実際めっちゃ音外しまくり。ま、自分が気持ちよく歌えてればいいよね。わ、おかえり。あさみちゃんがかわいい歌来てます。見て、ほら。かわいくない？この音。何？かわいいんだけど。古着みたい。古着？古着。ゆるこ。あー、バナナラスト食べちゃうよ。明日はみんな芋だよ、昼は。いいかい？芋が締めだよ、いいかい？あん、今日はいっぱい運動しよう。水飲みすぎた、チャポチャポしてる。うん、ごちそうさまでした。食後の休憩をしてちゃんと運動したいと思います。はい、4日目のお昼ご飯を食べます。今日はこちらさつまいもです。いただきます。これ中まで通ってないわ。シャキシャキするからもうちょい温めます。なんか温まってなさそうだけど待ちきれないので食べます。うん、美味しい。メイはこのダイエットが終わったらチキンを食べたいです。ウーバーでめっちゃ美味しいチキンがあって、それをねよく頼んでしまいます。ね、ウーバーのアプリは基本的に使ったらすぐ消すようにしてて、なんか暇でこうやって見ちゃうとなんか頼んじゃうから、使おうって思った時だけインストールして使うようにしてます。このやり方おすすめ。無駄遣いしちゃう人とダイエット中の人におすすめです。まずトイレ近いのが一番メイ的大変。素材の味やばい、全然火通ってない。
く温めます。なんか一時期朝食、朝ごはんのお米をさつまいもに変えてみたりしてた。なんか腹持ちはいいと思う。めそこまでお米大好きってわけじゃないから、あんま食べなくてもいけます。焼肉とか米なしでいける人。はい、今12時、お昼の12時なんだけど、もう半分ぐらいになった。最後一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、12時になりました。私はあと15分後に家を出ます。ということで、バナナを食べていきたいと思います。いただきます。明日とうとう最終日です。私が一番恐れているのはリバウンドです。だって今食べたいものいっぱいあるもん。韓国料理食べたいな。屋台でさ売ってるさ、ロコバナナあるじゃん。あれも好きで、お祭りとか行ったら必ず買う。フルーツ飴も買わないや。あと綿飴も買う。あとかき氷とか売ってたらかき氷も買うし、あ、ポテトとか。いや、1日目は朝昼夜ちゃんとやったじゃん。2日目3日目が朝昼夜を一気に大量摂取したじゃん。4日目ちゃんとしてるわ。いや、明日も起きなきゃいけないあれがあるから、しっかりして食事取れるかも。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。急ぐ運動します。マリナさんの動画見てこうしてこうか滑る。まんじ後ろについてまんじをしていきましょう。やべえ、いけてきて疲れた。あと3秒。やばい、明日筋肉痛になりそう。パキッ。あ、終わった。許してください。はい、こちら飲んでいきたいと思います。今日はバニラ。いただきます。うん、今4時なんですけど、16時なんですけど、ちょっと我慢できなくて早めに飲めます。飲んだ。ごちそうさまでした。よし、乾杯。乾杯ザバス。乾杯ザバス。あれさ、絶対ラーメン食ってやる。ごちそうさま。ふぅ、ラスト1日。そろそろ終わるでやんす。レッツゴー。最終日。おはようございます。ただいまの時刻、6時半でございます。もう、ここ3日ぐらい、お腹減りすぎて、5時とか6時に目が覚めます。昨日なんですけど、運動した後寝落ちしちゃって、プロテイン飲まずに寝てしまいました。今もずっとラーメンの YouTube 見てました。でも夜食べないと朝起きれるのが判明したので、ちょっと続けたいね。食べないっていうか、早めに食べるのはマジでいいって思った。自然に目覚める。明日の朝体重を測ったら終わりです。しんどかった。食べるのが楽しみな人にとっては辛い。もう今日で終わりなんだけど、マジで YouTube ラーメンしか見てない。ラーメン大食いで調べてほぼ見てます。このダイエットは短期で期間に落とすって感じだね。やっぱアイドルの方が撮影とかに向けて落とすみたいなやり方で、これ続けたら本当にあかんと思う。もしやりたいなって思っても無理だけは絶対にしないでください。
痩せてるといいな。最後、ラーメン食べたい。ごちそうさまでした。お昼は今日はさつまいもです。いただきます。最終日、このダイエット始める日の前日にトイレットペーパーを買ったんだけど、あの12個入りのやつ、それがもうラスト1個しかない。トイレ近すぎて。みんな最近インスタでグルメアカみたいな美味しいお店紹介してる人のインスタをずっと見てます。ダイエット中の人はおすすめしたい。これグルメアカとダイエットアカを交互に見てる。ダイエットアカ見るのはめっちゃおすすめ。なんかモチベーションアップにつながる。最後の一口、ごちそうさまでした。おはようございます。リンゴ食べます。いける。時差があるんだけど、うちら今から昼ご飯食うのに、こいつ朝ご飯食ってる。あ、忘れてた。漏れてる漏れてる。いや、終わったかな。あ、すごい。うわもう終わるよ。なんだ、あんたはリレーでもしてんの？うん。今日最終日だよ。うん。やっとだ。あ、早くラーメン食いて。なんか食べる。ごちそうさまでした。明日の朝が一番減ってるから、今日は普通に夜まで食べて。いただきます。食べていきます。そしたら、明日の朝、芋できました。ラスト芋です。もういらない。芋もリンゴもいらない。って思うぐらい食べた。レアは何食べたい？これ終わったら、ラーメン。もうマジでここ3日間ラーメンの動画しか見てない。もう食べることしか考えられない。寝起きラーメン1万円。うわ、やば。炭水化物が今食べたい。寝起き炭水化物。あ、いいんじゃない。1キロやる。もうなんで YouTube 見んのって思うかもしれないですけど、食べてる気になる。もう、これ5本目。ごちそうさま、ごちそうさまでした。後ろに立ってくる。なんなん。お前ほんとやる気ねえだろ。今回の企画で一番叩かれるのはエアです。アンチお待ちしてます。この人は本当にやる気ない。企画を分かってない。普通に生活してるだけです。うわ、しながら食べよ。タンタタン、ごちそうさまでした。最後の晩餐、乾杯。明日の朝ごはんを買ってきました。紹介します。本当はどうしてもメイチキンが食べたいってずっと言ってたんだけど、チキンは明日夜食べる予定があるから。で、まあやっぱ菓子パンとかね、なんかがっつり行きたいなって思ったんだけど、せっかく5日間頑張っていきなりそういうの食べると良くなさそうなので、こちら鶏鍋を買いました。セブンの。これすごい。糖質 4.5g、 タンパク質 33g。 すごくない？これ美味しそう。早く食べたい。明日の朝、うわ、なんか4日目が一番大変っていうか、ああまだ明日もあんのかっていう気分になりました。今日はもう余裕。あとはお風呂入って寝るだけ。あと水はこれぐらいと、あとコップに1杯入ってます。ね、マジで今回水を一番頑張ってる。なんか全くっていうか、なんか味濃いもの食べたら喉乾いて飲むぐらいで、基本水飲まないから、1日2リットル。これはマジで頑張った。ん？ごちそうさまでした。はい、今から夜ご飯のプロテインを飲んでいきたいと思います。いただきます。ジムが終わって今に行ってみます。ごちそうさまでした。寝るか。おい、やるぞ。できてる。なんか違うこの。なん
の動物だこれ。胸胸4日目まではちょっと余裕ぶっこいしたけど、最終日がもううち泣いたもん、お腹すきすぎて。ママから電話来て、なんでその機嫌悪いのみたいな。お腹すいたよって言いながら泣いてた。やばいやばいよ、だいぶやばい。いや本当に精神に来てるじゃん。もうご飯食べたすぎて、ママから電話来た時八つ当たりしながら最悪の娘だね。なんで怒ってんの。はい、私たちは1日まあ1本飲めるように頑張って、最終日までは5本飲み切りました。なので、5日間で10リットル飲んでる。すごいよね、やば。で、いや、5日間で2リットル飲んでる。でもマジで水を飲むのはメリットしかないってことに気づいた。なんかお腹無駄に使ったし。そうなんだ。まあトイレは近くなるけど、めっちゃいいよ。で、肌が、うち生理中だったんだけど、めっちゃ今調子いい。あ、そうなんだ。うん、ニキビとかなくなっちゃった。つるんつるん。すごいんだね、水って。だからメイは、うん、ああいうダイエット終わったけど水2リットルはやってる。あ、そうなんだ。いいね。うちも極力水分は、あの喉乾いたって思う前に飲んでるから。あ、常にコップに入れといて、なくなったら次出してみたいな感じ、ね。なんかあんだけダイエットやってる人が水っていう理由が分かった。へえ、そうなんだ。ああいうダイエットのあのご飯の内容はマジでやめた方がいい。あれ本当に精神的に狂っちゃうから。本当初めてお腹空いて泣いたんだけど。しかもタクシーの中で。タクシーの人びっくりしてたもん。なんで泣いてんのみたいな。本当にそれぐらいお腹減って、私はやっぱり食べないのは無理だなと思った。ダイエットやるにしても食べないダイエットは絶対私は無理だっていうのがもう今回分かったんで、やるとしたら食べるダイエットをやりたいなって思った。じゃあ体重発表しよう。そうね。はい、ではまずあさみさんからお願いします。はい、最初の体重、あさみさんはこちら 47.5kg でございました。はい、5日間やった次の日の6日目の朝ってことだね、に測った体重がこちらです。 45.2kg です。すげえ。ってことは 2.3kg。 おお、すごい、ね。痩せちゃダメだよ君は。それな、痩せないで。ダメだよ。調子は良かった。なんかあんまイライラもしないし、別に、あ、全然いい感じだったよ。ちょっとイライラしかしない。じゃあ普段だけじゃなくてイライラしたの。はい、じゃあエアちゃん。はい、エアちゃんの体重は 50.6kg でした。はい、さて5kg、ボン、48.5。おー、2kg か、うん、2kg 減っておりました。はい、これくらいです。エアはイライラした、はい、エアはイライラしないけど、でもエアもこのダイエットは無理。ね、なんだろう、なんかさ、そのサラダとかだったらまだいけてたんだけど、なんかリンゴ、さつまいも、プロテインじゃん、なんか食べた気がしないものばっかりだから。だし、エアの場合はあの起きる時間があれなんで、1回に全部食ってるから。そうそう、1日1食みたいになってたから。確かに。じゃあ、はい、私は、はい、びっくりですね、 105.4kg ありました。始まりはね、はい、で、6日目の朝、うん、もう泣き泣き、もうふぅーって言って測ったのがこちら。めっちゃ切ったね。 101.4kg です。すごっ。何キロ？4kg。 すげー。5日間で4キロってえぐくない？すごいね。食べてない分減るのは当たり前だと思うけど、うんうん、もう本当にヒョロヒョロになっちゃって。ヒョロヒョロだった。でも俺6日目の朝マジでヒョロヒョロだったから。こけてた。もうみんな会えなかったのね。クリスマスでも実家帰ったりとかみんなしてたから、うち一人で測ったはいいけど、ヒョロヒョロって見てないから。見たかった。写真撮っとけばよかった。で、今はね、まあクリスマスが終わって1週間ぐらい経つか。経つよ。うん、4日5日経つなんですよね。なんですよね。というわけで、今回のダイエットはですね、辛かったっていう。いや、いや、いや、まだヒョロヒョロだから心配だなと思って。心配だよ。体重を今どうなってるか。はい、え、言わないでね。うん、お願いします。いや、そう。エラーで
か。はい。やだやだやだ。ありがとうございます。うちの恥さらしみんな見てくれてありがとう。こちらはおねんねぷーちゃんです。かわちー。